あのですね、あららぎさん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっとは随分話し込んじゃった。悪かったな、スクジ。一目ちまって。ああ、いえ、私はいつだって道に迷っているだけですよ。強いて言うなら荒垣さんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。お前いなくなったりしないよな。いつも他人のツッコーばかりを考えている荒垣さんは、そんな風に自分のツッコーを押し付ける相手って、多分私かせいぜい忍さんくらいのものでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。私がどうしようもなく困っていたら、その時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。あのですね、あららぎさん、怪異というのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の上だけ見ていればいいんです。それが現実というものです。知らなきゃ知らない方がいいことなんですよ。むしろ怪異を知ることで知らないことが増えただけのことなんですよ。そっか、とは随分話し込んじゃった。悪かったな、スクジ。一目ちまって。